皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。引き続きご案内いたします。上の物入れの手荷物が重ねてお入れになりませんようお願いいたします。こんにちは。スターライアンスメンバー AMA1812 に名古屋行きをご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運行いたします。機長は春田、シーフパンサーは小林でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。 ANA では皆様に安心してお過ごしいただくために、お客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや咳エチケットなど感染予防対策へのご協力をお願いしております。また鼻と口を覆ってのご着用にご協力をお願いいたします。長時間マスクなどを外しての飲食や飲酒、お連れ様との大きな声での会話などもお控えいただけますようご協力ください。それではただいまから非常用席についてご案内いたします。前方の客室乗務員をご覧ください。皆様、ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸、着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。離陸、着陸の際、また座席にお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。手荷物は一切持たないでください。救命衣は皆様の座席の下にあります。頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。救命衣は脱出の際ドアの近くで膨らませてください。お子様用の救命衣は客室乗務員がお配りします。必要なときはご案内いたします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。着陸後、客室乗務員がご案内するまで、すべての電子機器は電波を発する状態でのご使用が禁止されています。機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。この便は全席禁煙です。
固くお断りいたします。引き続きご案内いたします。手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は座席のリクライニングのテーブルを元の位置にお戻しください。この便は全席禁煙です。通路・化粧室でのタバコは電子タバコや加熱式タバコを含め固くお断りいたします。万が一緊急事態が発生した際、乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。安全のしおりをご確認いただき、ご自身の姿勢を確かめてください。脱出時は尖ったものは外してください。手荷物は一切持たないでください。皆様、ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。
様へのご配慮をお願いいたします。ただいまの中部国際空港到着時刻は米国午後2時15分を予定しております。到着中の現在の天候は晴れ、気温は10度でございます。
時刻は1時31分でございます。この先約25分後、1時55分頃より、この飛行機は最終の着陸態勢に入る見込みです。駐車室をご使用予定のお客様は、どうぞただいまの時間にお使いください。機内サービスについてご案内いたします。先ほどまで皆様のもとに無料の飲み物をお持ちしておりましたが、お休みのご様子でしたお客様にはお声掛けをしたいと思いました。お見込みのお客様、おかわりをご希望のお客様はどうぞ遠慮なく客室乗務員にお知らせください。
イニングとテーブルなどを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。
時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。到着ロビーへはバスでお送りいたします。この先乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。スターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。新年度を迎え、お忙しいことと存じます。体調崩されませんよう、この先もお元気にご活躍ください。皆様の次のご搭乗もお待ちしております。引き続き皆様が飛行機を降りになる順番についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飛行機降りの際には前方1列目から8列目にお座りのお客様、後方9列目から19列目にお座りのお客様の順にご案内いたします。この先ベルト着用サインが消えましても、客室乗務員がご案内するまで席にお座りのままお待ちください。ご協力をお願いいたします。また今日この便は定刻よりも5分以上早く到着いたしました。搭乗口に早めにお越しいただくなど、手順法にご協力いただきましてありがとうございました。ご搭乗のお客様ありがとうございました。空港より先ほどご協力でいらっしゃいませ。